立憲民主党連邦脱法行為でブーメラン記者団から逃亡立憲民主党の蓮舫さんが政治家が自ら代表を務める政党の支部に寄付し控除を受ける行為について脱法行為悪用などと批判されておられましたが立憲民主党の吉田恒彦さんがおよそ5000万円を寄付し控除を受けていたことが明らかとなりブーメランとなってしまいました。 さらに、吉田さんは適切な行為であるなどと主張され、記者団から逃げたとして批判が出ておりますが、まあ、こちら、政党の支部への寄付については蓮舫さんも行われていることが確認されており、現状、合法でございますので、特に問題はございませんけれども、蓮舫さんは脱法行為などと批判されてしまったため、今後もブーメランが続くものと思われます。 このような蓮舫さんの主張、よくお仲間に直撃してしまっておりますが、今後は何らかの主張をなされる場合には、よく周りを確認していただくようにお願いいたします。以上になりりまます。ごご聴いいたた。だきありがとうございました